はい、こんにちは、なのかです。今回はですね、メンタルが落ちた時にどうしたらいいかっていうお話をしたいと思います。まあ、人間なので、まあ、この現世でね、この人間として生きてる間はですね、感情っていうのがあるんですよね。で、思考っていうのがあって、まあ、心がありますよね。ですから、何かが起きた時、まあ、生きてていろんなことが起きるので、まあ、本当にですね、メンタルが落ちる時ってありますよね。 で私はですね、まあ、過去に、まあ、何年もですねものすごくメンタルが落ちまくってた時期があったんですねでその時を振り返って今言えることというのはですね、まあ、今回のタイトルのことなんですけども悲しむ時間を決めててくださいっていっうことなんですメンタルがドーンと落ちてもう私ダメだ悲しい辛い孤独だ もう自分の人生に絶望したって本当に落ち込むとき、メンタル下がったときに、こうしてくださいっていうことなんです。その悲しむ、絶望する、メンタルを落としている時間をですね、決めてくださいっていうことなんですよ。私なんかですね、そのさっき言った過去のものすごいどん底だった。もう真っ暗闇で、もう人生に光なんかなくて、笑えなくて、もう力つけてて、 布団の中に一日中ですね、潜ってですね、まあもちろん子育てはねしてましたけど、その子育てをしている時以外の時間はですね、もう全くですね、あの、起き上がることもできずに、布団でこうずっと寝てたんですね。で、そしてずっと暗いことばっかりですよ、もう嘆いてました。私の人生ってもう何なんだろう、もう本当に辛いってもう誰か助けてってこうね、誰もいないんだけど、誰か助けてって、 私ここにいるよってね、本当にね。まあ前も4年前ぐらいの動画だったか言ったことあるんですけど、まあ昔は歌がありましたよね。私ここにいるよってね。私ここにいるんだよって、誰か知ってよってね、私の存在をってね。一人でこんなに悲しんでこんなに辛いと思ってる私がここにいるんだよって。でも誰も見つけてくれないわと思ってました。 だから私ものすごく一人だ孤独だと思って絶望しまくって真っ暗でした本当に今のね私から想像できないと思うんですけどね皆さんいや本当そうだったんですよでその時は本当にひたすら永遠とですよもう止めどなく悲しんで止めどなく絶望してもうずっとネガティブなことマイナス思考もうそういうことばっかり考え続けてたんですね継続してたんですよ永遠となんです だからですね、その継続が良くないっていうことなんです。継続したことによってどうなったかというと、いやもうどん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 心はさらにさらに暗くなって、さらにさらに絶望して、もう本当にですね、いや私もう本当にあの時はね、もう生き地獄っていうぐらいもう落ち込んでですね、もう本当にね、声を出しては叫べないから心の中で叫びまくってたんですよ。 もう私本当に嫌だ。助けてってね。もうどうしたらいいの私ってね。もう耐えられないって言ってました。本当なんですよ。だから、あの、継続すると、どん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 もう地獄の底まで落ちちゃうんです、メンタルが。そしてメンタルがそこまで落ち,落ちて落ちて落ちまくるとですね、体に今度ね、もう現れるんですよね。いや、メンタルだけでもう地獄なんですよ。それなのに体までおかしくなって、 やっぱりね、メンタルがそこまで落ちて真っ暗でね、もう本当にそれってね、今から考えると波動がもう下がりまくりですよね。ということは、いいことが起きないのが当たり前なんですね。で、いいことが起きないだけじゃなくて、悪いことが起きるんですよ。それがですね、体調にね、あの、来てるっていうことで、いや、もう私ですね、もうネットでちょっとね、検索したら、いろんな体調不良ってありますけど、 まあ一通り経験したんじゃないかっていうぐらいの、もうそのぐらいの勢いでですね、次から次に体調不良が、また新たな、また新しいこの症状っていうぐらいでですね、いやもうこういう症状に今までなったことないっていうようなことをどんどん経験してですね、いや私の体どうなっちゃったんだろうってね、 でそしてその当時はね、もう何十年も前ですから、私は医療信者だったんで、いやもうすぐ病院に行ってですね、いや先生私ここがおかしくて、もうちょっとすっごい辛いんです、もう具合が悪くてってね、もう先生に訴えまくってっていうね、もうものすごいですね、もう負のですね、エネルギーの毎日だったんですよね。だから体調もめちゃくちゃ悪くなって辛くなるから、メンタルともうダブルパンチで、いやもう本当に私もですね、 どうやって生きていたらいいんだろうと思ってました。でも、あの、子供がいるから子育てしなきゃいけない。いや、私寝ていたいのにって。いや、もう起き上がれないのに。あ、でも娘はね、娘がいるからもう生きてるから育てなきゃいけないって。いやもうね、今から考えてもあの時なのにも二度と戻りたくないぐらいの地獄だったんですよ。だからですね、結局ですね、永遠とメンタルを落とし続ける。 継続する。それが一番良くないんだっていうことを、本当にその最中はね、気づかないんですよね。だって悲観的になってそれが当たり前で自分がですね、悲劇のヒロインで、いや、私は可哀想な人間だ。私は被害者だ。この人生の、この家族の、この状況の私は被害者で、私は可哀想なんだって思ってるから、自分を変えようとしてませんよね。だから、ただひたすらですね、もうメンタル落としまくって、 もう体調が悪い悪いってもう助けてって言いまくってる。ただそれだけなんですよ。だから何一つですね、人生が変わらないんですね。それが理由なんですよ、人生が変わらない。それでですね、それを継続するから、さらにさらに悪化していくんですよ。で、悪化していくから、さらにさらにまた絶望しますよね。なんなのこの体みたいな。 もう何なのこの人生ってね。そしてね、唯一のね、こう、藁にもすがる思いっていうね、その病院に行ってもね、先生は巨トン顔なんですよね。いやー、検査してもね、特に異常ないけどね、みたいな。あなたなんでそんなに具合が悪いのみたいなね。そんな顔をされるわけなんですよ、病院で。だから、私、本当にですね、え、私どうしたらいいんですかってなってたんですよ。いや、病院に行ったって治らないし、え、私どうしてこれよくしたらいいのってね。 よくしたらっていうのはその体調ね、やっぱり変えたいって思ってましたよ。いや、あの具合が悪いことを治してくださいってお医者さんって思ってたんですけど、でもやっぱお医者さんって言ってて自分で変えようとはしてないわけなんですね。変えたいと思っててもそれは誰かに変えてもらいたい。お医者さんだったら、お医者さんなんだから、いや、変えてくれるでしょって。え、なんか私にあの、効く薬ありますよねって。私何かの病気ですよね、先生って。 だから結局誰かに頼って、たりき本願で、まあ、自分のことは1ミリも見てなかったわけなんですね。そういう生き方をしてるから、波動を下げてる生き方をしてて、思考もですね、行動も全部ネガティブ、マイナス思考。だから良くならないっていうことに全く気づいてなかったから、永遠と継続してたわけなんです。だから継続するとそうなっちゃうっていうことをですね、まあ、その後気づいたんですよ。 だから少しずつ自分を変えていくっていうふうに切り替えたら、まあ今の私に到達できて、まあ今はですね、全くね、あの時と真逆の人生、真逆の思考でですね、誰にも頼らない、もう自分を変えていく。そしたら人生が変わって、今もこういうふうに生きてられている。そしてこういうお話ができるようにまでなった。 まあこれだけですね、もう真逆に180度変わったわけなんですね。だから自分がですね、そういう経験をしてきたからこそ、地獄を見たからこそですね、言えるんですよ。その負の感情、負の思い、負の行動っていうのは、自分にとって1ミリもですね、いいことがないってことなんです。誰かに私の悲しいことを伝えたい。私はこんなに不幸なんですよ。この人生ってね、本当にね、辛いんです。私かわいそうでしょ、皆さん。 誰か分かってください。誰か気づいて。私がこんなにここで一人でね、苦しんでるのを誰か気づいて、なんて言ってたってですね。自分が永遠と辛いだけなんですよ。そして永遠とっていうのはどんどんもっともっと辛くなるだけなんです。もうですね、地獄なんですよ。だからですね、結局ですね、悲しむ時間を決めればいいんです。どうしてもメンタルが落ちるとき人間あるので、そしたら、あの、時間を決めるっていうことなんですよ。あ私そういう風うにしてきたんです。 一番最初のそのどん底の時は全然ね、継続をし続けてて、もう全然ね、自分のことを帰り見ることしなくて、永遠とネガティブだったんですけど、そこから少しずつ少しずつ自分をね、こう気づいてきて、あ、私ってこういう生き方しちゃってるんだなって、だから自分がこれほど辛いんだって気づけた時にはですね、まだ今の私までは言ってないその経緯ですよね。その経緯の時にはですね、その期間はですね、こうやって、 あ、今私またメンタルがね落ちてるなってわかるんですよね。あ、またなんか戻っちゃったかなってね。少しずつこう前にこう進んできてたけど、あ、またなんか今日落ち込んでるなって思いますよね。その時はこのタイトルのようにしてきたんですよ。あ、時間を決めようって思ったんです。1時間だけめっちゃ悲しもうと思ったんです。この1時間は、例えば今8時だったら9時まではめちゃくちゃ泣こうと思ったりね。めちゃくちゃ落ち込もうと思ってました。 そしてですね、もう本当にとことんまでね、落ち込むんですよ。はぁ、でも私の人生って、ってね、またネガティブなことを言っちゃったりね。結局私って、なんてね、あの、落ち込んでみたりとかね。でもその落ち込んでみたりっていうことを、ね、言ってるように、その過去のどん底の時って落ち込んでみたりじゃないんですよ。本当に落ち込んでるんですよね。でもですね、少しずつ気づいてきた時って、あ私またなんか落ち込んでるわってわかるんですよね。わかるからこそ、 あ、ちょっと落ち込んでみようかなってなるんですよ。やっぱりなんかこう自分ちょっとメンタル落ちてるから、あ、じゃあ1時間だけちょっと落ち込んでみようかなってなるんですよね。だからそれはすでに自分を客観視できてるんですよ。客観視できてるから、ちゃんとセーブができるようになるんです。じゃあこの1時間だけ悲しむぞって、よし、とことん悲しもうと思うわけなんです。でね、もうすぐ9時だなってこう時計見てて、あ、55分ね、なんか本当に落ち込めたなみたいなね。 まあ55分ね、あの人って落ち込むと結構落ち込めるんですよ。55分でね、よし、いざね、落ち込もうと思ったら結構長いんですよね。だから、ああ、もうなんかもう十分悲しいんだなって。そしてその過去のものすごく地獄だった時をね、こう思い出すから、ああ、もう本当にね、あの時に近いみたいに落ち込めたなと思って、でもあそこまでは行ってないんですよ、もちろん。あの過去のものすごい地獄だったほどまでは行ってなくて、 まあちょっと落ち込んでみるっていうことなんですね。そしてその55分でもう十分ね、なんか満足できるようになるんですよ。ああ、もう十分なんか今寂しい、悲しい、私は辛いって思えたからもういいかって。もういいかなんですよ。そして、あの、時間がね、9時っていうことで、まあ来てですね。 あ、もう一時間も十分ね、もう私は負にね、どっぷりと使ったから、よし、気持ち切り替えて、さあなんか食べようかな、みたいなね、立ち上がってね、まあ台所に行ったりとか、まあなんかこう見たりとかね、あのテレビをその時は当時は見てたからテレビ見たり、まあ本読んだり、まあそうやってですね、その負のことからもう一時間経ったから切り替えて、 あの、本当別のことを考えたり、別のことを行動する。もう負のことはもうこの1時間で終わりっていうことにするってことなんですよ。まあそれってですね、自分をちゃんと見えてるっていうことですよねあ。1時間私は今悲しんでるってちゃんと見えてて、あ1時間だったからよし切り替えようって、そうやって自分がやってることもちゃんと分かってる。だから自分を客観視できてるんですね。 だからそういう自分を客観視っていうことが過去のどん底の時はできてなかったからあれほど地獄、とことんまで地獄になってたわけなんですよ。だから自分を客観視する癖がそれでちゃんとつくんですね。それがですね、癖がつくと習慣になるんですよ。 だから、一時間みっちり落ち込んだら、メンタル下げたら、まあ、切り替えてこうね、また浮上しますよね。よしって思って切り替える。そしてまた普通のことをする。でも人間また生きてると、またね、あのー、本当完璧っていうことはないから、まあ、何かしらが起きるとまたちょっとメンタルが落ちるとかね。そういうことがこう定期的に起きますよね、生きてるとね。そうすると、あ、またなんか私メンタル落ちかけてるなって、ちゃんと自分に気づくようになるんですよね。そうするとまたやるんですよ。 あなんかメンタル落ちてきたから、このままずっとね、だらだらするとまたね、過去に戻っちゃうから、よし、また1時間。 一時間と思うんですよね。あるいは30分でもいいんですよ。だんだん慣れてきたらもう短くでいいんです。一時間もしなくていいんですよ。一時間が今度めちゃくちゃ長くなるんですよね。だんだんこの切り替え癖がちゃんとついてくると、いや30分でいいなとか、あるいは10分でもいいんですよ。じゃあ10分だけめちゃくちゃネガティブになろうと思って、とことんまでネガティブなことを考える。でも10分経ったから、よし。もう十分考えた。十分私は落ち込んだ。 ああじゃあね、切り替えて何やろうかなーでいいんですよ。そうやってですね、少しずつその落ち込む、あの悲しむ時間も減ってくる、短くなってきます。そして切り替える癖がスムーズにいくようになるんです。そしてそれが習慣化するんですよね。で、その習慣化っていうのはそういうことをやることが習慣化っていうのと同時に、自分のことを客観視できる習慣がつくんですよ。そうするとですね、もう物事がもうめちゃくちゃですね、わかりやすくなるんですよね。 あなんかこういうことが起きた時って私落ち込みやすいんだなとかね。で、あやっぱり私落ち込んできたわってね。ああ、確てこういう時にね、落ち込むんだなって、そういうことも客観視できてるわけなんですよね。だから、ああ、また来た来たと思ったら、じゃあ30分だけちょっとじっくりね、その風に浸ってみようかななんてね。それでやってみるんですよ。そして、その時間が来たらもう終わり。 もうね、ちゃんと時間決めたいよねって自分に言い聞かせて、もう十分いいじゃん、もう落ち込んだんだから、負のこと考えたんだからってね。そしてそれをじゃあもし継続しちゃったらどうなると思うのって。過去のあそこに戻るんだよ。あの時めっちゃ辛かったよね。延々とね、悲しみ続けて落ち込み続けたらまたあのね、地獄が待ってるんだよって、もう経験してるからわかるんですよ。これ以上悲しんで、これ以上嘆いてたらまた具合が悪くなる。 そしたら自分が辛いんだ。またそこから抜けきれなくなっちゃう。そうやって全部自分が経験したことをちゃんとね、あのー、理解して、あ、自分はこういうふうに生きてきたから、こういう時はこうなるんだなって客観視ができて、いや、もう同じ目にもう会いたくないなって、ね、もうこの時間だけじゃ落ち込もうってなれるんですよ。そしたらですね、その時間が本当に短くなって、もう5分とかなって、いやもう1分とかなって、もうね、それ以降はですね、 いや、もうね、落ち込まなくなるんですよ。いや、もちろん人間なんで、あの、全くゼロではないんだけど、あーあ、ああと思うときあるんだけど、でもそのああ、ああが、ものすごく悲観的じゃないんですよね。もうここまで来れると。ああ、と思うけど、ああ、でもなあって、ちゃんとこう自分を客観視できて、今までの人生をばーっとですね、振り返って、いやいや、これ継続したらまたあそこに戻るようになって、ちゃんとわかるようになるんですよね。 だから、そういうふうにちょっと皆さんもやってみてください。だって、あの、コメントをね、ほんとたくさんいただいて嬉しくね、拝見してるんですけど、まあ、その中にね、本当に今、過去の私と同じように、ものすごくどん底なんですって書かれてる方いらっしゃいますよね。もう辛くて辛くてもう泣いてるんですとか、動けないんですとか言われてる方いらっしゃるんですけどね、時々。だから、それをですね、あの、変えていくっていうことなんですよ。自分を客観視する。 それでそれは継続してるから、ネガティブを継続してるからそうなっちゃってるっていうことなんです。だから結局ですね、ネガティブ、マイナス思考、絶望すること、誰かって誰かにね、分かってもらいたいと思うこと、ね、他人を求めて、他力本願で生きることは、自分にとって1ミリもいいことがないっていうことなんですよね。それ私散々経験したんで、本当にもう実感してるんですよ。 もう人生って自分が変えるしかないんですよ。自分が今日一日を変えていく。今日のことだけを考えて、過去は考えず、未来も考えず、ただ今日だけなんです。今だけを生きるってことなんですよ。そうするとですね、もうめちゃくちゃ楽になって自分を客観視できて、そしてもう人生がいい方向にですね、波動が変わるからいい方向に変わっていって、まあ、世界線が変わっていくわけなんですね。だからもう本当に人生が変わっていくんですよ。 そのですね、人生が変わる思考法とかですね、まあ実際どういうことをやればいいのかっていうのをですね、まあ、今後のあのチャンネルでですね、動画の一つ一つでお話ししてますんでね、もう根こそぎ見てみてください。どれか一つをですね、まず見ていただくのが最初だと思うんですけど、その最初にまず何かを見ただけで、 ああこの動画のね、言ってることわかるんですけど、でも私はですね、こういう時どうしたらいいんですかって書かれてる方いらっしゃるんですけど、いや、どうしたらいいんですかじゃなくて、動画を片っ端から見てください。ちゃんと答えがあります、その中に。それを一個一個、ちゃんと自分が実行していけば、必ず私みたいに変われます。その経験私がお話ししてるんで、本当に変われるんですよね。 だからそういうふうに私のチャンネルをですね、お役に立ててみてください。まあそういうことで、このチャンネルの動画でですね、あのお話ししているお伝えしたいこの言葉をっていうことで、絵の横に描いてですね、あのインテリアとしてあの使っていただける額をですね、制作してますので、まあいろんな言葉をですね、あの入れてますので、ぜひですね、なんかこうビビッとくる言葉をですね、あのお部屋に飾っていただいて、まあついつい忘れがちだったなってね、思って、あ、そうそうってこう思い出していただける ようにお役に立ててみてくださいで、あのオーダーもですねあの受け付けてますけども、まあ、現在のオーダーの受付としてはあの既存のねあのみんなの方に出品している作品の中からあのあんまり書き込み量が多くないもののみ受け付けてますそして言葉はですね皆さんがこういう言葉を横に書いてくださいって言っていただければあの短いね一言でもいいですし長文でもね今までオーダーを受けてました あの、たくさんの言葉を書いてくださいっていう方もいらっしゃったんでね。まあ、それも、あの、受け付けてますので、あの、ぜひですね、本当にこう、私をね、あの、動画だけじゃなくて、絵の方でもお役に立ててみてください。あの、心を込めて一点一点、こう、原価でですね。 手書きであの書いてますあの。印刷物じゃありませんので。そしてあの写真よりですね、やっぱりこう実物の方がね、全然いいですあの。写真はちょっとね、なんか暗め,めに映ったり、なんかこう色がね、あんまりこう、本話かね、映ってなくて、ちょっとこう暗めに映ったりしてますんで、まあ本当にですねこう、実物を手にしていただいてねあの、飾っていただけたらなと思ってます。そしてあの今までご購入いただいた方のご感想、レビューですね。それはですね、あのコミュニティっていう場所のところにあの随時ですね、 あの、投稿させていただいてます。今まで本当にですね、あの、ご感想いただいてありがとうございました。で、そしてあの、インスタの方にもね、あの、レビューっていうところをあの、まとめてますので、まあ、どちらかで見てみてください。あとですね、あの、アクリル画とかハンドメイド品とかもありますので、いろいろですね、あの、私をお役に立ててみてください。では、今回もありがとうございました。